はい、どうも、カードショップ山本店の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時の MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日のデッキなんですけども、本日は、スタン最速2ターンキルの、デッキを紹介したいと思います。先日紹介した無限変容デッキ、まあ、これの、まあ、亜種になり、ます。はい、はい、元ネタプッシュプルファイブさんの動画を参考にしました。許可も何も取ってないので皆さん内緒でお願いします。パンティラさんにも内緒でお願いします。はい。まあ、そういうことでね、デッキ紹介やっていきたいと思います。金のガチョウが4、両性強制体が4、海がけダコが4、不気味な教授者が4、両回路の解放が4、雷の頂点バドロックが4、強欲なちぐいが4、夢尾の、詐欺が4、雲貫きが4、平地が1、島が2、沼が2、山が1、森が1、欺瞞の神殿が2、後輩踏みの小道が2、岩山かぶりの小道が3、ジュヒロの小道が3、ケトリアのトライオームが3、ゼイゴスのトライオームが2、グーアの小道が2ということでね。はい。まあ、金のガチョウが入ってることによって、金のガチョウからの2ターン目、両回路の解放、バドロック、まあ、そこからザーッとコンボ発動する可能性があるデッキですね。まあ、ちょっとこれね、シャープ3になってるんですけど、ちょっと、急だったんで、シャープ2の動画より先に出すことになりました。シャープ2ちょっとね、また別のパターンなんですけど。不気味な教授者、これがね、今回は4枚採用してます。まあ、これが確定のドローになってくるんで、非常にコンボが安定しやすいかなと思います。さあ、それでは、早速やっていきます。はい、プレイ。はい、対戦相手が先行。これはキープでいきますか。ターン終了。ちょっとやばいな。ちょっとやばいな、これ。まさかの土地事故しそう。これ出してもいいんだけど、エルズペスの悪夢をやられそうなんだよな。次のターン、帰ってきて、土地引いて、なかなかそんな都合よくはいかんか。お、土地来い。あー、ここで土地を引かないのが弱いな、弱いよ、弱い、弱い、弱い。海がけだこ。さあ、これでカードを引く、カードを捨てる。2-2。さあ、アタック。そしてカードを引く。すごいな。土地を引かない。土地を引かない。めちゃくちゃきついんだけど。土地引かんぞ。マジか。ちょっと。ちょっと待ってよ。結構えぐいね。しかも相手、コントロール系のデッキ相手に、これは本当にきついわ。もうなんだろう、頭が痛い。ターン終了。この状態から何か追いつけることあるかな。とにかくでも土地引かないことにはね、一ターンに一つしか行動できない状態で、コントロール、この土地並んでるコントロールには勝てんよね。とりあえず島か森来い。とりあえずね。で、金のガチョウ。
ターン終了。いや、バッチリだよね、これ。まいったなぁ。まあ、外傷というか、なんとも言えないね、これは。単純に、何ターンロスした？その差がでかすぎる。雲貫き。相手のカウンターがね、なくなるのを期待しながら淡々と出していこう。まあもうそれしかないんだけど、キーオーラ。さあ、しかしここで考えよう。6マナ2マナ、ダメだね。何も無理か。いや、いけんことはないか。赤、黒、緑。これで青白を出すと。青白。雷の頂点、バードロック。ここでなんとかするしかない。はい、3-3。両回路の解放。青、黒。とりあえず先にこっちだよね。夢王の詐欺。両回路の解放。黒赤。まいったな。ちょっと待てよ。先にこっちだな。強欲な血食い。これ不気味な共事者でいいんじゃないか。そうだね。不気味な共事者。海がけだこ。さあ、タコ。領海の解放。赤青。さあ、変容を重ねていきます。領海の解放。赤、黒。はい、雲貫き。領海の解放。はい、対戦ありがとうございました。おー、なんとか吸い切りましたね。結構ギリギリだったけど。さあ、7枚でキープ。仲間がないのが気になるね。結局全部赤だからね。さあ、土地出してターン終了。
良性共生体短種量さあ、海がけだこ、カードを1枚捨てる。どれ捨てる？共事者捨てるか。13でいいや。まあ、もし骸骨とかいてもね、一応死なないように。はい、ターン終了。石とぐろ三三。夢用の詐欺。お、いいですね。まあ、こいついらんか。はい、34。まあ殴りましょうか。アタック。さあ、さらにワンドロー。いいですね。さあ、このターン処理できなければ、ああ勝ちですね、これで。はい、顔フルタップは本当ね、安心していけるから好きですね。さあ、顔夢の詐欺を持ってきて、赤青、さあ、もうこれは途切れないですね。はい、強欲な血食い。さあ、黒青。はい、強欲な血食い、1枚目。さあ、黒青。さあ、強欲な血食い。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。
ガチョウ。さあ、バードロック引いてくれたら2ターン目コンボ発動。まあ、どこまでいけるかわからんけど。1回ぐらい決めたいなと思うんですけど、しかし赤来た。おお、よかった。まあ、早々はね、都合よくはいかないんですけども。両性共生体。攻撃しない。ターン終了。赤白。はい、救助犬。はい、熱烈な勇者。はい、海がけだこ。さあ、カードを引く。そうか、そうきたか。そうきたのはいいけど、結局色マナがないんだよね。これステントダメか。はい、22。さあ、山来い。どっち取る？殴る？焼かれそうだしね。いや、焼けるならもう焼いてるか。ここはちょっと一回様子見よう。黒。おお、熱烈な勇者。しかし黒は除去がね。不吉な戦術。さあ、全員殴ってくる。さあ、フード出す。さあ、カードを引く。はい、両回路の解放。はい、バドロック。このカードなんとか墓地に落としたいんだけどね。青赤。まあ、カード引いていきます。夢代の詐欺。
さあ、赤を。さあ、カード引く。来い、変容。変容は来ない。どうする？これを出して戦術しといた方がいいね。はい、戦術。お、いいですね。はい、バドロック。さあ、なんとか切れずに行ってほしいですね。相手犬があるからね、ずっとあれだね、いちいち止まっちゃうんすね。さあ、ここの2ドローでなんとか引いてほしいな。手札を捨てるカードを引いてほしいよね。わからないからね。赤、青でいくか。お、来た。これはめっちゃいい。これはもう勝ちましたね。はい、雲貫き。これは勝った。さあ、青黒出しましょうか。さあ、カード引く。カード引く。はい、カード捨てる。はい、強欲なちぐい。まあ、もう何持ってきてもいけると思うんだけど、一応夢をの詐欺持ってきときましょうか。赤黒。はい、夢をの詐欺。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。すごいな、ある意味このハンドは。全部タップインの土地か。まあ、土地はとりあえずいらんか。はい、金のガチョウ。さあ、間に合うかな。お、バードロックが来た。
不気味な教授者。ああ、バドロック。もう一体。対抗しない。さあ、これで次のターン、なんだかんだもう、いけそうですね。はい、ありがたい。5点食らうけど。はい、ブロックしない。さあ、グーアの小道起動で山。両回路の解放、赤、青。さあ、バドロック。さあ、両回路の解放、もう一回。赤、青。はい、バドロック。さあ、不気味な教授者と両回路の解放、両方ね。両回路の解放、青、赤。はい、夢男の詐欺。さあ、ライフは厳しくなってくるけども、はい、黒、赤。さあ、こう強欲な血食い。はい、強欲な血食い。両回路の解放。まあ、両回路の解放。さあ、青、赤。はい、夢男の詐欺。はい、両回路の解放。はい、不気味な教授者。強欲な血食い。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手が先行で7枚でキープ。さあ、土地を出してターン終了。お前でする対根本原理ですね。非常に厳しいね、これ。習得の熟練者。ああ、まあとりあえず山いらんか。はい、両性共生体。まあ、こいつがね、生きて帰ってきてくれれば、1、2、3、4、5マナ。6マナ。ガーガロス。これは勝ちましたね。まあ、普通に、勝ったね。はい、変容。まあ、ここら辺の動きはね、あんま変わらんね。不気味な教授者捨てようか。
領海の解放。さあ、ライフあるんでね。まあ、バドロック、2体目。さあ、土地捨てる。はい、不気味な教授者。領海の解放、領海路の解放。黒赤。夢用の詐欺。はい、夢用の詐欺つけまーす。さあ、土地捨てる。強欲な血食い引っ張ってきまーす。さあ、黒青。はい、強欲な血食い。さあ、吸血の、強磁者。強磁者でよかった？強磁者捨てます。さあ、不気味な強磁者が確定ドローになるのがすごいね。安定感出ますね。で、黒と青。さあ、もう一体。そろそろ死ぬ？まだ死なんか。はい、ガチョウ捨てまーす。さあ、強欲な血食い。赤黒。はい、強欲な血食い。さあ、これで吸い尽くしましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、なかなかね、やっぱりコンボ回り始めると強いっすね。一方的もほんとソリティアになってる。ちょっとさすがにこのカードと計略は禁止にしてもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうなんですかね。なんか当たった時に相手が回っちゃうと本当にね、ただただ運が悪いで終わっちゃうっていうね。まあ仕方ないところはあるんかもしんないですけど、難しいっすね。はい、まあこういう感じのデッキ好きな方ね、ぜひ遊んでみてください。それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。あ、プッシュさんありがとうございました。バイバイ。